だから、まあ、7時40分までとかになるんだけど、ショールームやりますよ。本日はオンラインお話し会がありました。来てくださった方ありがとうございました。明日もあるのでとっても楽しみです。明日はおしましができないっていうことで、皆さん本当になんかたくさんの方に来ていただけるということで、明日は嬉しいです。本当にありがとうございます。はい、明日はね、おすすめの日なの、おすすめの日で、ピューロランドのカチューシャとツインテールっていう感じで行くので、ぜひぜひじゃない、楽しみにしててください。さて、今日は何の話をしよう。今日ね、2時間近く歩いて、もう足がね、棒のようです。本当にめっちゃね、疲れた。そう、昨日おとといといっぱい食べたから、今日は歩こうって思ったら2時間近く歩いてちょっと疲れた。本当は明日もね、歩けたら歩きたいなとか思ってたんだけど、ちょっと無理かもしれない明日。そう、割ととぼとぼ歩かずに、まあ、大股はちょっと難しかったけど、割と普通の、私の中では普通の速度で歩いて、まあ、たまにね、ちょっと少しだけ、まあ、2、3分ぐらい立ち止まったりとか、まあ、信号とかもあったと思うんだけど、どのぐらい歩いたんだろう、後で見てみよう今日の。そうだから、それでだいぶちょっとね、体力を消耗しました。明日も歩けないかもしれない、もしかして。明日もね、なんか2時間近く歩こうかなとか思ったけど、ちょっともう今日みたいな元気がないかもしれない、もしかしたら。そう、黒が似合う。あ、なんかね、そうメンバーにも言われましたね。てか今日はお姉さんっぽいって言われましたね。やったぜ、チェケラ。
まあだから今日は何しましたかっていうと、たくさん歩きましたぐらいかな。あとはオンライン話し会の話はしたし、そんな感じですかね。ちょっと後で見ておきます、何キロぐらいか。ここからはまあコメントで質問なり、こんなこと話してとか、ちょっと、ま、お待ちしております。早いと思うけどお待ちしてます。今日はメンバーとお話しした、ハッツとカレンちゃんと話した、あとまあソラノもいたし、ミッサーもいたし、そう、あでもレイちゃんもいましたね。そう、まあ話したメンバーはそこらへんかな。どんな話したの？どんな話したかな？なんかほんとたわいもない話だからあんま覚えてないんですよね。でもハツに会うのいつぶりだっけな。でも言うて前のお話し会が5月の7、8ぐらいであったのか。じゃあそれ以来ってことか。ん？そうだね。で今日は27だから20日ぶりぐらいなのかはそうだね、3週間ぐらいは会ってなかったのね。じゃあちょっと久しぶりに感じるのも無理はないか。そう、ちょっと久しぶりだなって思いました。会えてよかった。他にも質問とかあればよくあのコメントに書いてくださったら嬉しいです。そうね、ちょっともう今日の話題が早くも尽きてしまったから何も言えなくてごめんなさいなんですけど、今日はお弁当だったんですけど、あのカラスカレイの照り焼き弁当がを食べたんですけど、お昼めっちゃ美味しかった。それがもうカレイが超カレイの照り焼きがめっちゃ美味しくて最高でした。
ちょっとね、言っていい？若干眠いのよ。そう、ちょっと本当に若干眠くて、だからちょっとだけテンションが落ち着いているんで、あんまり気にしないでください。そう、ぶち上げイエーイなことがあったら全然ぶち上がるんですけど、ちょっと今は落ち着いてるモードなので。そう、お弁当2種類だった。朝2種類、夜2種類で、まあ私、朝じゃない、お昼か、お昼2種類で、まあ私はお昼の部とかだったから、お昼のいただいて、めっちゃ美味しかったですね。最高。まあそうだな、明日のお弁当はまだちょっと食べるか分かんないけど、どんな感じでしょうね。やばい、そう本当にね、もうさっきから若干眠くてね、ごめんなさい本当に。なーに話そう、何か話せることあるかな。確かに今日はもしかしたらゆっくりぐっすり寝れるかもしれないね。今日はちょっとだけ早めに11時台前半には寝たいなって思ってるから。さあ、ここから何の話しようかな。そういえば今日ね、お話し会、オンラインお話し会サイン会だったんですよ。でまあ絵描いたんだけど、めっちゃ久しぶりに絵描いて、なんか下手になってました、やっぱ。そう、あ、自分下手になってんなってめっちゃ思っちゃった。そう、やっぱそういうのって日々の積み重ねが大事で、止めるとすぐにあれだったので、あれです、結構まあサイン会、サインの中にはこれ書いてっていうリクエストとかも多くて、でまあまあこれ書いてって言われた時しか書かないんですよ。私基本的にマジックペンでの一発書きが苦手だからさ。そうそうそう、なんですけど、ちょっと久しぶりに書いてみたらめっちゃ下手だなって思いました。そう、しかも一発書きだからなおさらなんだと思うんだけど、ありますあります、なんかお絵かきしてみたいに言われる、リクエストいただくことはあります。キタロとかパイユムさん書いてください。難しいですか。まあリクエストいただいたら書きます。はい、一度私はリクエストだったかな、忘れたけど、ジョン・マイ・ラブのキャストさんの似顔絵を描きました。その時はもう一期分だから、まあ15人とかそれぐらいになって、結構駆け足で描いちゃったけど、そう
大体リクエストされたものは書きますね、絶対に。あんまそのリクエストを断ったことはないと思うんだけどな。そうそう、今まであるのは、まあ、サンリオキャラクター書いてがちょっと多いかもとか、今年の夏を絵日記風に書いてみたいにいただくこともあって、リクエストを、そんな感じです。ただあまりにもちょっとバッタバタしすぎたら全然書けないっていうこともありえはするんですけど、もし明日明日もサイン会だよね確か。明日あサイン当たってる方いらっしゃったら、何なんかメッセージ書いてほしいとか、こういうメッセージ欲しいなとかっていうのがあれば、なこれ教えてほしいとかもあると思うので、もしよかったら、大体私が何書いてほしいですかって聞くので、ぜひ答えてくださったら嬉しいです。ふう、ちょっと眠いね。まあね、もうそれが欲しいっていう方はもうまずはオンラインお話し会に申し込んでみてください。もうそこから始まっちゃうからね。でそっからまた抽選になるから、当たるか当たんないかは分かんないけど、そうただ本当に今お絵かきに関しては私がマジでマジックペンでの一発書きが本当に下手だから申し訳ないんだけど、そう、でもまあリクエストは全然絵だけじゃなくてもいいからね。質問に答えるとかもあるし、本当に。そうそう。よいしょ。あ。本当に明日はたくさんの方が来てくださって、もう押し増し使えないっていうのがね、しゃーよっしゃーっていうのは別に悪いことじゃなくて、それほどいっぱい来てくださるっていうことだから嬉しい、楽しみです。あー、もうほんと若干眠いね、困っちゃうね、困っちゃう。ちょっと一旦お出かけしていただきたい。でまた23時ぐらいに戻ってきてほしい。そう、めっちゃね頑張って起きてるんだけど、ちょっと眠いなって思う、マジで。そうやっぱね眠いね、ちょっと、うん、いで、ちょっとこの後眠いしか言えなくなっちゃうから別の話しよう。でも言うてあとどのぐらいなんだろう、あと10分ないぐらいですね。
何の話しよう最後。みねね、言わなくていいから眠そうだねみたいなこと言わなくていいからね。そう、言わなくていいよ。そう、言われる前に私がね自ら予防線を張ってます。はい。やだ、そういうことはね聞くもんじゃないのよ。言わない方がいいよ、女の子に言わない方がいい、そういうこと。ちなみに私は多分ねニキビじゃないと思うんですよ。そう、わかんない、普通にちょっとだけ荒れたんだと思う、お肌が。でもねそういうことはね言わない方がいいよ。ちなみに何を思ってそう思ったんだろう。前髪を下ろしてるからだとすると全然違うけどね。そう、でもなんかあのよく額にニキビできたら前髪で隠すみたいなのはね良くないっていうね、それはね逆効果みたいなのを私はね聞きますね、よく。うん、そう、結構お肌ってねデリケートな話題だからね。でもたまにあのメンバー自ら言うこともあるけどね。そうそう、そういえば思ったん、でもあんまりさ私のファン、あのルンバニアの方ってそんなにアニメ見る方多くはないですよね。そうで今思ったんだけどどうなんだろう。まあね、だからそれがね全然なんだってわけないんだけど、みんなこれ見てるって質問をちょっとしよっかなって思ったけど、いやそもそもあんまアニメ見てる人多くないかって思って。そうそう、
ファンネームはルンバニア。そうです、ルンバニアです。漫画は読むけどね。ああ一緒だ、私も漫画は読みます。でも基本的にちょっとあのアプリで漫画読むことが多くて、そう週刊誌とか月刊誌は買わないんですよ。まああとはまあ買うのは単行本なんだけど、そう。でも最近ほんと毎日メイクしてばっかだから早くメイクしない日が来てほしいなって思ってるんですよ。まああさってはメイク絶対しないですけど、そうずっとしちゃってるからメイク、私にとっては珍しすぎて多分お肌もびっくりしてるから、早くねちょっとメイクしない日が欲しい。明日ツインテールするって言ったけど、ちょっと私可愛いツインテールができないからね、ちょっと不安なんですけど、まあ、明日は時間かけてね可愛いツインテールをやっていきたいなって思います。頑張る。うわ、お水が美味しいわ。で、明日はちゃんとねカチューシャ持っていくのを忘れないようにしなきゃいけない。マジで忘れ物をしないようにね。もうカチューシャつけなかったらもう詐欺じゃんってなるから、ほんとね絶対にダメです忘れちゃう。明日はもうマジで気をつけますからね、忘れないように。可愛いは正義、ツインテールはね可愛い、可愛いといえばツインテールみたいなとこあるからわからんけど、それプラスサンリオのねもう可愛いの、可愛いといえばサンリオの、あのカチューシャもピューロランドのカチューシャもつけるので、もう可愛いかけるかわいいで、あの可愛さあふれるお話し会になると思います。はい、ただ私がちゃんと自分に似合うツインテールができるかどうかっていう問題ですね。それができないともうね可愛い呼ぶ可愛いではなくなるんで、ちょっと微妙と可愛いになるから。そうはならないようにしたいです。はい、それじゃあ今日はここら辺で終わりにしたいと思います。じゃあランキングを読んでいくね。13位から13位がマーサーナオさん、12位川端慎二さん、11位ダニーさん、10位キャパさん、9位大粒ちゃん、8位飯田ひろゆきさん、7位カラスのカーコさん、6位キサラギカオルさん、5位夏目さん、4位ママさん、3位 TKHKG さん、2位ロミツさん、1位が玉国さんでした。はい、それじゃあ今日も見てくださってありがとうございました。じゃあまた明日、おやすみなさーい。ありがとうございました。おやすみー。